レースクイーン大賞2022新人部門を受賞されました3名の登場です。スバル BRZ GT ギャルズプリンスの朝倉沙耶さん、2022パシフィックフェアリーズの七瀬奈々さん、2022パシフィック JLOC エンジェル早川美幸さんです。新人部門の表彰はすでに昨年の7月のイベントで行われましたが、受賞後のお話改めて聞いていきたいと思います。まずは朝倉さん、はい、新人部門受賞されてから約半年近く経ちました。周囲の反応はいかがでしょうか。はい、スバル BRZ GT ギャルズブリーズの朝倉沙耶です。まずは新人賞を応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。私がもう一度このステージでこの大好きなコスチュームを着てステージに立てるのも A クラスになれたのも応援してくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。では続いて早川さんにお話をお伺いしましょう。お願いします。パシフィック JLOC エンジェルの早川美幸です。私がこうしてこのステージに今日立てているのも新人賞応援してくださった皆様の熱い応援のおかげです。本当にありがとうございます。あの期間はレースクイーン大賞新人部門をグランプリを目指してファンの皆さんと共に戦った期間というのは自分の人生において大きな財産となり、そして皆様の応援のおかげで私の方が感化されてしまって、レースクイーンとして自覚が芽生えた時期でもあり、これからもあの期間この新人賞というのを糧にしてレースクイーンとしてさらに精進していきたいなと思っております。本当にたくさんの応援をありがとうございました。ありがとうございました。かけがえのない時間ですよね。さあでは最後に七瀬さん、改めて新人部門グランプリおめでとうございます。受賞されてから周りの環境の変化や反応などはいかがでしたか。お聞かせください。はい、皆さんこんにちは、パシフィックフェアリーズの七瀬奈々です。まずこの大舞台で皆さんにご挨拶できることをとても嬉しく思います。あの日のことを思い出すと今でも涙腺がすごい緩んでしまうんですけれども、改めまして新人賞を応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。これからもトップレースクイーン目指して一生懸命頑張りますので熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。新人部門受賞者のご紹介は以上となります。今一度大きな拍手をお送りください。早川美幸さん、七瀬奈々さん、朝倉沙耶さんでした。おめでとうございます。これからのさらなるご活躍期待しております。どうぞご登壇ください。皆様拍手でお送りください。